はい、それでは第7話いきます。アンさんは髪切りの跡取りなんどす。遊んでる時間なんかあらしません、うん、おお、誰ですかこの人。街中、三上。何をおっしゃってはりますの。跡取りは長女の三上に決まってます。そやな三上。この間の電話の相手ですね。うん。あ、小鳥さん、ええー、なあ。アンさんは自由の身やもんな。言葉に重みがあるな。あ、言ってしもた。ん？ん？あ、なぜここに純ちゃんが？あ、急に間抜けな BGM になった。さあどうする純ちゃん。ん？どう切り返す純ちゃん。いや偶然だね。いや偶然だな。学院の中ならともかく、まさかこんなところで偶然だな。臭い芝居だった。純ちゃん、今日の練習中ずっとうちのこと見とったな。なんかあったん？ああ、純ちゃんね、この間教室で、夜の教室で落ち込む三上見ちゃったから、それからね、ずっと気にしてたんだ。いや、昨日あんまりお話できなかったからさ、あ、聞きたいことがあったというか、なんというか。あ、これはお好み焼きパーティーの次の日ってことですね。はいはい、うん、何でもええよ。お、何でもウェルカム。三上ってどうしてそんなにマイペースなのかなって。お、外堀から埋めていく作戦ですね。マイペース？なんでやろうな、昔から言われとるけど。うんうん、困ったな、話が続かないぞ、どうしよう。あ、そうそう、三上って姿勢がめっちゃ綺麗じゃん。あ、なんだっけ、三上がやってたって、あの、その…思い出せ、じゅうちゃん。日本舞よ。お、日本舞よ。そう、それ、それずっとやってたの。お、話の核心につきましたね。そうやな、ほんまに小さい頃からやな。うち、日本舞踊の家元でな、物心ついた時からずっと稽古してきたんよ。ああ、すごい、お嬢様だ。本当にお嬢様だったんだね。せやから、今でも親に言われるんよ。ライブの動画を見ましたが、背中が曲がってます、もっと凛としなはれって。ちゃんとライブの動画ね、見てくださってるんですね。そうなんだ。そうだよね、日本なんとかのね、家元だとね。そうだよね、じゅうちゃん、日本舞踊ね、そう、家元ね。あれ、もしかしてじゅうちゃん、日本舞踊わからん？僕もわかんないですね、日本舞踊パッとは思いつかないです。わかるに決まってんじゃん。じゅんちゃん、そこで身を張らなくていいんだよ別に。でもよかった。ん？何が？いや、実はさ、昨日見ちゃったんだよね、ミカミンが教室でスマホをじーっと見てるの。電話だって出て行ってそのままだったじゃん。だからもしかしたら家の人と何かあったのかなって思って。そうやった、うん、せやからうちのこと。純ちゃんね、優しい子だよ本当に。でもよかった、思い過ごして。え？ありがとう。じゅうちゃんはええな、元気で自由に飛び回ってまるで鳥さんのようや。昔からそうなんやろ？
それがそうでもないんだよ。小さい頃は体弱かったし、ずっと病院いたし。ね、アニメだと僕は一番純ちゃん回が好きですね。純ちゃん回は本当に神回です。え、そうなん？ま、だから今に感謝だよね。あ、そうだ、三上にこれあげる。うん、じゃーん、羽べ、かわいいでしょ。え、ええの？大事なもんなんやないの？もしかして病院にいた時の。ね、今の話から言うと、昔から大事に持っていたものを三上にあげたみたいなね、感じにも捉えられますもんね。うん、昨日駅前で安売りしてたやつ、可愛かったから3つも買っちゃったんだ。だからあげる。純ちゃんらしいな、なんか。ああ、そうなんや、ありがとうね。思い過ごしだったか。それに三上、鳥をじーっと見てるでしょ。好きなんだろうなって思ってたからさ。明日も練習頑張ろうね。私たちならできる、できる。ね、ミカミンが飲んでるのはカフェラテですかね。店員さん、私注文いいです。また来ます。ね、ここのカフェラテ美味しそうですよ。なんかバイバイ。気づいてますよ。ぎくん、ちょっとびっくりした、今のトーン。ずっと見てはりましたよね。うち、学校の登下校でもつけられとったんで、慣れとるんです。え、ちょっとびっくり発言。ストーカーがいたの、そんなに。それ、こんな可愛い子だからな、つけたく、つけられても別に不思議じゃないか。ああ、違いますよ。あ、違うんだ。声というか、そういう人が。黒服ですね。黒服でグラサンの人です。それにしても、ちゅうちゃん優しいわ。嬉しいです。同世代の子から、なんかもらったことなんて、今までなかったから。あ、そうなんだ。先生も、うちのこと心配してくれてたんですよね。もちろん。先生はどこに隠れてたんですかね。どこに隠れてたんだろう。昨日の電話、おばさまからやったんです。アイドルなんかやめて、うん、早戻ってきなはれって。でもそれは姪のためっていうより、うん、うちが神木流の後継者やから。小さい頃からアンさんは後継ぎやって毎日お稽古でした。そうだね、おばさまは多分ね、その三上のためにと思ってやってる部分もあるんでしょうけど、やっぱり後継ぎだから、跡取りとしてね、三上が前に出るけども裏でね、手を引いているのはおばさまみたいなね。そのやっぱり自分の地位をね、その大事にしてるんじゃないかな、それが狙いなんじゃないかなって見えてしまいますよね。自由な時間なんて一切なくて、友達が遊んでる時間もうちはお稽古。かわいそうだな、ちょっと。そのうち後継者争いみたいなものが起きてしもうて、おばさまやお弟子さんたちの間で。ちょっと辛いな、それは。長女のうちはその最有力候補、次第にそんな争いの駒みたいになって、うん、ほんま、ええように使われるようになってしまって、毎日毎日うちを使って大の大人たちが言い争いばっかり。
この大人の方々に言いたい。ほんとね、その子供はね、おもちゃじゃねえぞと、人形じゃねえぞと、ちゃんと人格があるしね、感情があるんだと。だからそんなおもちゃみたいに扱うなと、この大の大人の方々に言いたいですね。それがうち、耐えられへんようになって、そんな時やったんです、 GIP からの招待は。それでまさにね、決めたんです。まさに雲の糸だったんですね、三上にとっては。アイドルになろうって。アイドルになればこの場所から逃げられるかもって。もちろんみんな大反対でした。お母様は何も言わへんかったけど、特におば様は怒ってしもて。このお母様とおば様の関係ってどうなんですかね。なんかこういうのだとお母さんが熱心なイメージですけど、おば様なんですね、この関係も今後ってちょっと知りたいですね。せやからうちほとんど家を追い出されたようなもんなんですよ。あら、家出娘だったの君は。せやけど今はほんまに正解やったんかなって思います、アイドルは楽しいし、応援もしてもらえるし、じゅーちゃんみたいな子とも知り合えたし、せやから、せやから、せやな、三上は決意をしました。ここで静かに、静かな決意を固めました、ね、うちはこの場所を大切にしたい。